願いします、はい、よっ。
は本一つだね。はい。
のりがついてます。限定でおにぎりもサービスということで、このサイズ感ですね、ちょうどいいですね。変わりそばいただきます。変わりそばあれですね、そばは茶そばを使用されてますね、緑、はい、こちらを、この特製のつゆにつけていただきます。いただきます。お、これは美味しいな。焼かれてるんで香ばしさをまず感じました。でつゆにつけることによってもっとまろやかで食べやすい、口当たりまろやかでスルスルっと食べやすい感じになります。追加のだしつゆです。そばといえば最後は締めはそば湯ですね。もうそばの茹で汁を先ほどいただいたつゆに入れて、いや本当にホッとします。そばの茹でた茹でてるんでそばの香りを感じながらちょっととろっとして、でつゆのこう味も効いて最後にホッとする味わいですね。いやめちゃくちゃ美味しかったです。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。